矢島俊明4月24日隊は日本の実業家、元東北電力代表取締役社長、元日本電気協会会長、女川原子力発電所の設立に力を尽くしたことで知られる。宮城県出身、宮城県出身、宮城県白石高等学校卒業、1955年、 東北大学工学部を卒業し、東北電力に入社。鶴ヶ発電所の建設に携わり、小永原子力発電所1号機の建設に関する調査を監督した。1993年、東北電力副社長に就任するも4ヶ月後に、社長に昇格。1998年、ランジュ法賞を受賞。電気事業連合会の副会長も務める。 2001年に会長に就任。会長退任後は、相談役に就任し、相談役退任した後は、特別顧問に就任。2004年、MEMS パークコンソーシアム設置に際し、発起人となる。2005年、朝日大受賞を受賞。2007年、日本電気協会会長に就任。2008年には、東北電力と、 フランス原子力業界の関係強化に尽力したことが評価され、フランス共和国レジオンドヌール君賞シュバリエを受賞。他に、東北経済連合会会長、名誉会長、東北地方交通審議会会長、東北日本カナダ協会会長、東北産業活性化センター会長、省エネルギーセンター、 東北支部長、宮城県経営者協会会長、仙台マレーシア交流協会会長、仙台銀行社外取締役、東北大学研究振興財団理事、経営協議会委員、日本放送協会、経営委員会委員、新エネルギー財団副会長、地球産業文化研究所評議員、仙台ユネスコ事業推進協議会顧問、宮城県地域振興センター顧問、 原産年次大会準備委員会委員、国土審議会調査改革部会委員、2005年日本、国際博覧会協会理事、原子力環境整備促進、資金管理センター理事、京都市文化観光資源保護財団評議員などの要職を歴任している。ありがとうございます。